まずはトゥルースウィー号での九州ダービー栄誉賞優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずレースを終えての感想をお願いします。今年は去年怪我して乗れなかったんで、その上一番人気の馬に乗せてもらって勝てて嬉しく思ってます。次にレースの展開と振り返っていかがでしたか？展開はとにかくスタート切ってからしか考えないんで、出たなりであの位置になったっていう感じですね。はい、ではレース最後にですね、ファンの皆様に一言お願いします。はい、どんどん馬も成長して、まだまだ大きいとこ取れると思うんで、鶴水ともども応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。